に欠かせないのが、先ほども話がありました通り、繁殖です。限られた施設や頭数の中でいかに子孫をつないでいくかというのは、各園間で様々な取り組みがされているかと思いますが、繁殖をテーマに話をしていきましょう。それでは、徳山動物園ではそういう最近、そのコツメカワウソの赤ちゃんが生まれていたと思うんですが、そちらのお話伺ってもよろしいでしょうか。繁殖に成功しまして、3頭の子どもが、現在順調に成長しています。徳山動物園でも久しぶりの繁殖になったんですけれども、やはりカワウソ、どこの園間さんも同じだと思うんですけれども、やっぱりこう血統を管理する上で繁殖制限とかもかかってきますので、うちでも本当ようやくその繁殖に適した個体を飼育することができまして、今回の繁殖成功という形に導くことができました。ありがとうございます。繁殖時でなんか困ったこととか苦労したことってありましたか？そうですね、やはりもともとオスとメスを一緒に飼育していたんですけれども、まあ、その繁殖というか、その出産の時にはちょっとオスを分けたんですよね。で、やっぱりそのオスが過剰にやっぱりこう反応してしまうっていうところがありましたので、やむを得ずちょっとオスの方を離して、まあ、出産させて、この後、まあ、子供がある程度大きくなってからまた再び同居して家族で生活っていう形を今取っているんですけれども、やはりその引き離すタイミングとか同居のタイミングっていうのにはかなり気を使いました。ありがとうございます。今のお話で何か気になる園間さんお話ありましたか？では続いてですね、繁殖、最近あった繁殖の話でいきますと、鳥羽水族館の方でもですね、2回も繁殖があったかと思うんですが、その時のお話伺ってもいいでしょうか。はい、鳥羽水族館です。鳥羽水族館では、1994年からコツメカワウソを飼育しているんですが、去年やっと繁殖に成功したという経緯があります。まあ、ペア個体にも恵まれなかったのか、ペア自体はとっても仲良しで、交尾確認もできていたんですが、なかなか子供が生まれずといったことで、やっと去年、無事育つことができました。朝日とそしてキワですね、そのペアはすごくいいペアで、もうキアが鳥羽水族館に来た時からとても仲良くて、もうすぐにそういった発情が来まして繁殖行動に至って、で楽しみに待っていたんですけども、まあ、1回目はやはりちょっと死産というようなちょっと残念な形で、で2回目が人工哺育になった花で、3回目っていうのが、まあオスが3頭とメス1頭だったんですけども、メス1頭は死産っていう形だったんですけど、3頭、まあ、この3頭の方は無事朝日とキワが育て上げてくれた、今もとても元気に過ごしているような状態です。以上です。ありがとうございます。と全然繁殖がなかったので、すごい朝日とキワのペアで3回ですね、資産も入れて3回ですけど、すごい繁殖成功されててすごいなと思うんですけど、キワといえば時和から言った個体ですけど、キワは元気にしてますか？もうめちゃくちゃ元気です。ありがとうございます。で、そうですね、先ほどの徳山と鳥羽水族館の方ですねに行った個体、鳥羽水族館の方がキワで、徳山の方がことですねが、常盤動物園から行ってるんですけど、常盤動物園の方ですね、繁殖の方、
ですか？ちょっと繁殖については私があの担当ではなかったので、そのあまり詳しいことはちょっと話せないんですけれども、ボン、オスのボンとメスのリンによる繁殖が2回ありまして、2016年に、4頭と2017年に1頭生まれてます。はい、生まれてます。はい、ありがとうございます。で、2017年のオスのショウですね。ショウが今、徳島動物園の方に行ったかと思うんですが、繁殖まだしてはないと思うんですけど、最近ショウの方はどうでしょうか？ショウ君についても、はい。頑張って、手まりちゃんと仲良く今のところは暮らしていますね。はい。だいぶ時はでワンパクしてたんですけど、ワンパクしてないですか？そうですね、今もなかなかわんぱくではありますけど、だいぶ今は落ち着いていて仲良く暮らしていますね。今後の繁殖に期待が高まりますね。そうですね。で、このですね、今お話をするのに欠かせないのがやはり池田動物園のですね、まあ、ミントのお話になるかと思うんですが、あのリンのお母さんですねのお話になるかと思うんですが、よかったらあのミントの時の繁殖のお話とかも聞けたらなと思うんですが、池田動物園どうでしょうか？はい、コツメカウソを飼う前はあのカナダカウソを飼育してたんですけれども、まあちょっと高齢で亡くなった後、次、カウソ入れる時にじゃあ今度はコツメカウソにしようっていう感じで、あのコツメを入れることになったんですけれども、でそれでやってきたのがあの徳山からミントちゃんという名前を変えさせてもらったんですけど、あの来てくれたんですけど、まあオスの、チョコマルくんが、まだあの繁殖年齢に達していないんで、まあ、ちょっと繁殖は当分先かなとも思ってたんですけれども、まあ、相性もいいので同居させた、してたんですけれども、なんかのんびり構えてたら、あのあれお腹大きいなみたいな感じになりまして、でまさかなっていうふうに思ってたんですけど、あのまあその時の1番目の子供があのリン、時はにいるリンちゃんになるんですけれども、あのちょっとびっくりしたっていう経験を今でも覚えています。でチョコマルくんが1歳8ヶ月な、まだその記録はまだあの破られて、あの低年齢での繁殖成功はまだあのやあの彼が今持っていると思いますので、やっぱり飼育下とかでやはあの繁殖年齢が早いんだなっていうのも一つ学んだことです。で、まあ、初めて、まあ、私も初めてのことだったんで、あのどうしようかなと思ってたんですけど、やっぱり動物オスとメス分けなきゃいけないっていう頭が私があったんで、あの慌てたんですけど、やっぱりコツメカワウソの繁殖、あの子育てにはオスの力が必要だっていうのをアドバイスいただいてたん でもうちょっとそのままあの様子見ることにしたんですけど、やっぱりあのミントちゃんは授乳する係、ちょあのでチョコマルくんが一生懸命あっち行ったらダメ、こっち行ったらダメ、ご飯どうぞみたいな感じでやってたので、あのメスだけで子育てをするっていう動物ではないのかなと思いました。ただ、あの、すぐにまた次の、排卵がまた繁殖できてしまいますので、まあ、タイミング見てすぐ分けてくださいっていうふうに言われてたので、まだ子供が小さかったんですけど、すぐオスとメスを分けました。っていうのはあります。で、すごく繁殖、ペアがいいとすごく繁殖、するっていうのを聞いてたんで、またちょっと次と思ってたんですけど、ちょっとミントちゃんが欠席で亡くなってしまったんで、まあ残念だなっていうのがありました。はい、ありがとうございます。まあ、ミントからの受け継がれた血がですね、まあ、時はのリンから、そこから徳山、鳥羽、これから徳島の方にですね、受け継がれていくわけですが、繁殖ですね、あの成功したというか、まあ、生まれた時のですね、感動というか、そういったところのお話、もう順番に聞いていこうかなと思うんですが、最初にじゃあ、
鳥羽水族館の方お願いしてもいいですか。はい、そうですね、もう本当に生まれた時はもうみんなで見守っていた感じで、で、あの、この場合オスメスを分けるかどうか問題っていうのがどこの園館さんでも勃発すると思うんですが、いや、もうやっぱり初めての子供出しということで、朝日お父さんに頑張ってもらおうと見てたんですが、花一頭だけだったのがちょっとあれだったのか、キワは一生懸命おっぱい飲まそうとしても朝日の方がその赤ちゃんを持ってっちゃうんですよね。それでもうおっぱいあげることができないので人工保育になってしまったっていうような形なんですけども、まあそのおかげで、まあ人工保育なんで担当者の方はもうウハウハですよね。かわいいし、もうでいろんなことをやっぱり教えてくれるじゃないですか。もうこっちも初めてだったんで、まあ、よその園館さんでしたらこういろいろ繁殖経験も終わりになって、まあ、当然その園館さんにこういろんなお話を聞いて人工保育突入したんですけど、もう初めての子育てでもう24時間ずっと観察入ってっていうことをしてもらって、で育てて、もう感激もひとしおっていうような感じで、そしたら今度はまたすぐに今度生まれてきておりまして、でも今度はやっぱり、あ、やっぱりお父さんお母さん手分けして育ててくれるんだねっていうところを見せてもらえて、はあ、飼育員やっててよかったなって自分もその時本当につくづく思いました。こんな話じゃなかったですよね。なんか違いましたね。もう合ってます。もうあの話の内容が違ったかもしれないと思いますが、ちょっとこう熱く語りたくなってきちゃったんですいません。はい、そんな感じです。すいません。次どうぞよろしくお願いします。すごく伝わりましたね。あのその繁殖が成功した時のあの嬉しさっていうのはですね。多分この嬉しさっていうのは多分徳山の方でもあるかと思うんですが、こういったお話ってありますか。その生まれた時の感動といいますか。そういったところのお話よかったら聞きたいんですけど、どうでしょうか。ちょっとないんですけれども、やはりこう生まれる前っていうのは、まあ親御さん以上に担当者の方がそわそわしたりして、でやっぱりこういきなりはやっぱり観察はできないので、うちではもうその鳴き声だけで、まあ、その子供が生まれたっていうのを確認したりとかですね、やっぱりまずはちょっと親にしっかり育ててもらって刺激を与えないようにっていうところを優先してきましたので、やっぱりその鳴き声が聞こえた時っていうのはとても嬉しいですね。ありがとうございます。あの私もまだ繁殖というのは経験したことがないので、あの時は動物園の川本さんとも一緒なんですけど、まあ、そういったところもですね、まあ、これから徳島動物園の方もですね、ショーとテマリのペアによる繁殖などをですね、進めていって、これからも血を、ミントから受け継がれている世代の血をですね、つないでいければと思います。すいません。繁殖についてちょっと軽くしか喋っていなかったので、もう少し詳しく話すことも可能ですかね。いいです。お願いします。ぜひぜひ。すいません。ありがとうございます。すいません。お時間いただきます。動画なども用意したので、動画を見ながらお話もしていきたいと思います。見えますかね。大丈夫かな。手まりが10月に来て、翔くんも2月にこちらに来園して、今も繁殖させようと頑張っているところなんですけど、その2月に初めて同居した様子がこの動画なんですけど、お互いの匂いを嗅いで、まあ、確認して、その、これから仲良くなっていって、喧嘩する様子も特になく、自分たちも一安心していくようになっていきました。で、まあ、しばらくしたら一緒に行動、仲良く行動するところを見られて、これからも仲良くなっていくなっていうふうに思いましたね。で、一緒にじゃれ合っていたりすると、翔くんが頑張って手まりに乗っかろうとするんですけど、手まりちゃんはまだちょっとこの頃はどういうことなのかよくわかってなくて、
嫌だ嫌だというふうに暴れたりもしていたんですけど、今はある程度理解したようで、手まりも月に2日間から3日間ほど、発情には来て、翔くんを誘ったりもしていますね。それで、2匹の落ち着く場所が、この水水プールっていう大きいプールの、陸地で、そこで交尾するところも一応確認はできてるんですけど、まあ、まだこれすぐに繁殖というふうにはいかないので、翔くんのこれからの経験もしっかりと積んでいき、まあ、しっかりと繁殖につながっていけばいいなというふうに思っております。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。送り出した翔を見て、常盤動物園どう思いますか？なんか、あんなに暴れん坊だった翔が、なんか他の子と仲良くしてるのを見るのはすごい不思議な感覚がしますね。さっきの映像でも2頭並んでこっちを見てたりとか、なんか息がぴったり合ってるような感じがするので、これからがとても楽しみです。ありがとうございます。ありがとうございます。徳島動物園の方、本当に師匠よろしくお願いします。これにてですね、繁殖についてのお話の方を終了させていただきます。ありがとうございました。